はい、呼子のですね、朝市に行った後、クルーズ船、遊覧船にね、乗ろうと思ったんですけど、今日は欠航だったので、予定していなかったんですけど、なんちゅうところ、佐賀県立名古屋城博物館っていうところに来ました。まだね、エアビーチェックインするのすごい早いんですよ。なので、ちょっともう少し観光してから行った方がいいかなと思います。はい、じゃあ行ってきます。はい、ということで、まずは名古屋城跡ですね、見学しまして、その後ですね、博物館の方に行きたいと思います。ガイドツアーもね、あるみたいですけど、私は一人でですね、回っていきたいと思います。はい、こちらが今見えているのが博物館で、名古屋城跡は右側ですね。こちら歩いて10分ぐらいかな、本丸まで行くのですね。はい、じゃあご案内いたします。はい、この名古屋城はですね、豊臣秀吉が文禄慶長の役の際に国内拠点として築いた城だそうで、わずか5ヶ月で築城されたそうです。当時の大阪城に次ぐ規模を誇ったと言われておりますけれども、まあ、全国から集まった大名の陣屋がね、150以上も建てられて、人口20万人を超える城下町が当時あったそうです。でこれほどの名だたる武将が一堂に会した城陣屋はなかったというふうに言われております。で関ヶ原の戦いの後ですね、唐津城を築城した際にその一部の遺材を使用しているということで、安土桃山時代の貴重な技術を示す石垣がよく残っているそうです。今どこ、あ、今大手口だね、観光案内所。結構いろいろあるね。とりあえず上まで、本丸まで行ってみよう、天守台まで。雰囲気よくなってきたよ、これ。水の手ぐるわ、水の手口。はい、本丸、本丸目指します。かっこいいな、ここ雰囲気がある。ほんまに行きます。おお、ここがほんまにだったとこかな。
はい、ということで名古屋城の本丸の雄大なイメージはできましたでしょうか。ここで、ちょっと一服ね、茶屋でしていきたいと思います。感じですね。じゃあ入ってみましょう。いい感じ。こんな感じですね。受付。じゃあ入ります。わあ。の合成も外に眼光もありますので。ああ、素晴らしい。はい、ありがとうございます。わあ、すごいですね。これは畳のいい匂いがして、あ、ここでここ座るんかな、ここ座れるんかな。わあ、いいよね、こんなところでお茶をいただけたら。あ、こういうね、はい、すごい素敵なんですよ。見てこれ、こんな感じ。わあ、おって感じでしょうか。はい、ということで非常に美味しくいただきました。ゆったりできました。で、続きまして、名古屋城博物館ということで、この博物館はですね、日本列島と朝鮮半島との交流史をテーマにしているもので、で特にね、この黄金の茶室っていうのは一際目を引いてすんごい豪華でした。で、秀吉の権威と財力を象徴するものでですね、で豪華な茶室でお茶を飲むこともね、できるプログラムもあるようです。道の駅桃山天下一ちらっと見てみます。なんかイカ関係売ってる、イカ関係売ってる。あ、物産館、さっきのとこじゃないってこれね、こっちだね。こっちの方が良さそうだね。はい、今ね、道の駅の桃山天下一というところにね、寄ってきて。イカシューマイね、これちょっと保冷剤が入ってて、イカシューマイと海州っていうところのね、イカシューマイと、あと地ビール、地ビール、なんていう地ビールだったか、これキャンプで飲もうと思って、のまんのま、サガクラフトのまんばっていうビールと、唐津くんち醤油、鹿児島の人参ジュース。はい、今日は原鶴温泉にありますグランドスカイホテルかな、ちょっと名前忘れちゃったけど、はい、に行きたいと思います。はい、じゃあ移動します。